モーラペイラ、しっかり川村がつく、もらって安藤シュート、五十嵐しっかりついていきますが、安藤シュートのジャンパー、決まる、高い方ですね。ペイラ、ロシターがピックアンドロール、空いた安藤、コーナースリー、冷静なパス回しですよね。突ききれない、パスを選択だ。ファウルです。ダンクを決めていきました。その3つ目のファウル、ここで結局落ち着いてますよね。安藤がね、またパスを選択。このアッカのディフェンスの前、なかなかうまくいかないという部分も出てはいるんですが、その中でもうまく決めていきました。安藤です。安藤シュートのスリーポイント入りました。一番彼の得意なところのスリーですよね。そうですね。しかもアンドのポジションが良くって、はい、3日前もここでホームゲームが行われましたが、その時は1月26日以来という非常に久しぶりのホームゲームだったんですよね。アンドシュート入りました。なるほど、入れのシュートバックと入らない。そしてアンド、スピードに乗っていく。アンド、あーっと、バスケットカウント、まあ、いないんで。あー、なるほど。でもステップ切ってたので、そのまま、はい、多分プラスワンだと思いますけどね。ファウルに、ああいうシュート放っていくと、はい、2球目はシュート力あるんで、そのうち入ってきますよ、ね。あー、そうですか、はい。アンド、シュート、自ら打っていきました。とカウントですね。バスケットカウント。ああ、そこでターンオーバーになりました。さあ、そして安藤ダンク。ここでたまらずタイムアウトは広島。しかもそのシチュエーションがこのスティールじゃないですか。大阪部ですね、はい、手に当ててサイズ、そして安藤シュートのダンクに。どこを使うか、アウザーは狙われていた。速攻に行く安藤。河村です。ボールがよく回る、オープンになる、決まりました。はい、来ましたよね。やっとあの苦しんでるのがリズムが、はい、体を寄せる、フローター落ちる、カークが取る、もう一度外、外のシュートが決まりました。安藤がここで決めてきました。スリーポイント下げていく。先ほどスリーポイントを決めた大阪部、サイズのスクリーン、そして左のコーナー、早い位置、安藤、あー決めてきた。その小島のスローインからです。大阪部、あー来ましたね。安藤のスリーポイント、ワイドオープンからしっかり決めていきました。なりませんが、あー、ここはスティールした。安藤決めた。タイムは取らないですね。さあ、東京が走ります。東は2桁の差を第1クォーターで広げました。そしてスティール、安藤シュート、これはイージーバスケット、そしてダンク。安藤シュート、スティールからのダンク。いや、嫌いはリーガスからマッチアップからまた行く。ヒースが待っているが、今度は取りませんでした。ここまたシールになりました。安藤シュート、今日はこのパスカット非常に多くなっています。躍動はしてますよね、安藤君だけはね。2桁11ポイント中では、まあ、何といってもこの安藤です。はい、そうですね、このスチール4というのは大きいですし、あ、はい、リムに向かっていく。ピンチが盛り上がっています。このヒースのシュートです。自分の場で行く、こうして決めてきました。安藤シュートポイントまで来ています。この後テンポが上がります。杉様打ってくる、おー決めてきました。ここに来ました、安藤シュート。